フィリッパ・ハミルトンフィリッパ・ハミルトンはフランス出身のファッションモデル。本名をフィリッパ・ハミルトン・パルム・スティエルナと言い,い、その父方からスウェーデンの貴族の血を引く。スウェーデン人の父とスペイン人の母との間にフランス共和国の首都パリに生まれ、あるフランス人邪神家に見出されたことによって15歳でモデルの仕事を始めた。2001年にラルフ・ローレンの香水。 ロマンスの広告への寄与を受け、著名な写真家のブルース・ウェイバーからの撮影を受ける、機会を得た。ハーパース・バザーやイタリア版、イギリス版、スペイン版、ロシア版の防具、さらには、イタリア版とフランス版の L の表紙に現れるなど、しつつ、ラルフ・ローレンの広告、ランウェイの仕事を長きにわたってこなした。2009年の10月頃に、フィリッパの飾ったラルフ・ローレンの一枚の広告写真が、 複数の著名な英語圏のブログによって取り上げられたことを発端として、スーのメディアからの取材を受けることになり、その知名度が上昇することとなった。その写真は、その体を細く見せるために、実物のフィリッパとかけ離れるほどのデジタル修正が施されたものであった。騒動が大きくなったことを受けて、ラルフローレンは、この話題を取り上げた複数のブログに対して、 当該の記事の削除を要請。やがて、ニューヨークデイリーニュースの取材を受けた、ラルフローレン側は、その修正の事実を認めた上で、この写真は手違いによって、日本で使われているものの、米国では使われていないとの胸のアナウンスを行った。しかしながら、他方の情報によれば、この写真はそもそも日本向けに作られたものであった。これについては、 日本に輸出されている欧米のモデルラの写真はほとんどが修正済みであり、こうした修正なしでは欧米のモデルラが市場価値のあるものとして日本で受け入れられることは不可能、したがって仕方のないことでもあるといった指摘も行われた。アナ・カロリナ・レストンやルイゼル・ラモスとエディアナ・ラモス姉妹などといった若年のモデルラの溶接が相次いで発生してきた欧米地域にあって、 この話題は深刻に論ずるべきものであるとの論調を見せたメディアもあった。ハミルトンは後にインタビューに答え、君は太すぎてこれ以上うちの広告には適さないとの通告とともにラルフ・ローレンから解雇されていたことを明かしている。ありがとうございます。